ランニング専門 TV 整体師ゆうじろうです。本日は長く疲れず走れる馬走りの習得方法についてあなたにご紹介させていただこうと思います。本日の動画最後まで見ていただくことによって、今まで長く走るとふくらはぎがすぐ張ってしまったり、すぐに足が疲れてしまっていた方というのは、長く走ってもふくらはぎが張らずに足も疲れずに走れるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。でこのうな走りというのは僕が作った造語なんですが、足裏のうなというところを使って走る走り方になります。でその足裏のうなというのはどこに当たるかというと、足裏の内くるぶしと外くるぶしを結んだ線のちょうど真ん中のあたり、この足裏の部分をうなと言います。このうなを使って走るというのはどういうことかというと、特に最後地面を蹴り出すときですね、地面を蹴って押すときに、このうなの部分でしっかり地面を押せることによって、このすねの骨でしっかり地面を押せるので、余分な力を使わずに体を前に進めることができます。ただ長く走るとふくらはぎが張ってきてしまったりとか、足がすぐ疲れてしまう方は、このうなよりもよりつま先寄りで地面を押して走っている方がほとんどです。最後地面を押して体を前に進めるときに、このうなよりもつま先寄りの足裏で地面を押して体を前に進めてしまうと、いわゆるかかとが少し浮いた状態で最後地面を押してしまってます。そうすると骨ではなくて、特にふくらはぎの筋肉とかを使って体を前に進めるようになってしまうので、長く走るとふくらはぎが疲れてしまったり、余分な力が足に入ってしまっているので、足がすぐ疲れてしまうっていうことが起きてしまいます。僕の過去の動画見返していただくと分かると思うんですが、うなというところを使って走るといいですよというお話を結構させていただいてます。ただコメントを見返すとですね、実際にこううなを使って走った方がいいっていう理論は分かったんですが、実際に走ってみるとなかなかうなを使った走りを習得するのが難しいですというコメントが結構ありましたので、今回はですね、このしっかりうなを使った走りが習得できるような練習方法というのをあなたにご紹介させていただこうと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。まずはですね、かかとが浮いてつま先だけで体が浮くような感覚と、しっかりうなで地面を押して浮く感覚の違いというのを感じてみてください。かかとをつかずにつま先だけで飛ぶ感覚と、うなをしっかりついて飛ぶ感覚の足裏に入る感覚の違いを確認できたら、今度はその場で軽く小走りをしてみてください。でこの時もかかとを少し浮かせてつま先だけで小走りをする感覚と、うなをしっかりついて小走りする感覚の違いを捉えてみてください。つま先を使ってその場で小走りする時の足裏の感覚と、うなを使ってその場で小走りする時の足裏の感覚の違いが確認できたら、今度は実際につま先だけを使って走るのと、うなでしっかり地面を押して走る感覚、この違いというのを感じてみてください。以上この3つのステップっていうのをそれぞれクリアしていければ、スピードが上がった時もしっかりうなが使えるようになりますので、うなが使えるようになることによって、長く走った時にふくらはぎが張っていたりとか足が疲れやすかった方はそういったものがなくなりますので、ぜひこの3つのステップっていうのをそれぞれクリアして行っていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。